聖母像ってこの時代にはよく書かれた題材なのでしょうか。今回の出展にも何点かありましたね。そうかもしれませんね。そう考えると芸術作品も少し身近に感じられそうです。私、今日はゆっくりできるんです。よろしければ、もう少しご一緒していただけませんか？ええ、行きましょう。ここで少し休んでいきましょう。私、このようなお店にはあまり来たことがないんです。いつもは家で食事していますから。電話番号ですか？はい、こちらです。家族も使っておりますので、あまり長電話はできませんが、よろしいですか？誕生日ですか？2月6日生まれです。期末テストも近いですね。準備は進んでいますか？それでは、そろそろ帰りましょうか。今日は楽しかったです。ごめんなさい。ちょっと寄るところがあるので、今日は失礼します。さようなら。仕方ないわね。よく来てよ。そうね、行ってもいいわ。わかったわ。遅れないで来てくださる？誰かそばにいてへんと危なっかしくてしゃあないからな。ああ、
そんなこと言う人にはもう宿題移させてあげないんだから。冗談や冗談、勘弁してや、ゆう子。うん、そうだよ。ふーん、そうやったんか。ゆう子、今日は二人でカラオケ行く約束やったやろ。はよいかんと手を取られてしまうで。あ、そっか、そろそろ行かないとね。ほな、またな。それじゃあまたね。あら、出迎えの花束ぐらいないのかしら。ええ、行きましょう。今日は晴れててよかったわね。あたりはすっかり紅葉しているわね。早く見に行きましょう。私、白樺の木って清楚な感じで好きよ。あなたはどう思って？あなたもそう思うのね。別荘の周りは白樺の林ですわ。とても美しくってよ。景色は良かったけど、少し歩き疲れたわね。どこかで休んでいきませんこと？この近くのレストランかしら。仕方ありませんわね。そこで我慢して差し上げますわ。歩き疲れましたわ。早く座りたくてよ。椅子が歩いてこないかしら。美しい紅葉の中を歩きましたから、心地よい疲れですわ。私はテストでは測れないものが世の中にはとっても多くあると思いますの。AB 型ですわ。ご存知かしら。 AB 型には天才が多いそうよ。本当に演劇は素晴らしいわ。あなたもそれが理解できるように頑張りなさい。それでは、そろそろ帰りますわ。今日は来てよかったわ。あら、もうこんな時間だわ。私、用がありますから失礼しますわ。
お電話を。